はい、こんにちは。三次郎です。柔道の、誰やら、古賀俊彦さんが亡くなられたということで、追悼の意を表します。はい。ということでね、私、高校の時は柔道をやってましてね、なんつうの、まあ、高校卒業後っていうか、やっぱり柔道には興味あってね、そのオリンピックでね、その、古賀はね、めっちゃ好きやったんですよ。だから、もうニュース見てびっくりしたんですけど、ガンって書いとったね。53歳それか6つ下かなんかですね。ね、びっくりですわ、ほんまにね。はい、っていうことで。そうなんですよ。ちょうどね、バルセロナって書いてあるね。バルセロナオリンピックで金メダル。1992年。っていうことは、今から何年前 ?21+6。21+8。もう30年前 ?30 年前いうことは、58-3。そんなに昔ちゃうやろね。1992年。約30年前や。そんな前なんすかね。はい。びっくりやね。だからこれもオリンピックね、めっちゃ見とったんですよ。で、これね、ニュースでもいっぱい出てますけど、吉田言うてね、後輩に吉田がおったんですよね。吉田秀彦いうかな、格闘家になったね。吉田が後輩によって、で、オリンピックでも向こうで、バルセロナで練習してるときに、吉田と練習してるときに怪我して、それも結構重たい怪我やったみたいでね。ほんで、それでも押して、試合に出て。ほんで、その前に吉田が金メダル取ったんですよ。ブレーみたいなね。ほんで、その次の日かなんかで、先輩ですやん。怪我。吉田とやって怪我してもうた。古賀が出とって。もうそら、多分準決勝ぐらいまではね、なんとか、一本勝ちだったんかな。その、なんちゅう、頑張っとったんですよ。けど決勝はね、かなりギリギリやったと思うんですよ。これ下手したら、多分延長もあったんちゃうかな。もうこれ下手したら負けてんちゃうかなみたいな感じで、かなりギリギリの接戦やってね。ほんで、判定とかありますやん。判定言うて。その時に、白とか赤とかあげますね。どっちが勝った言うて、その判定するんですね。その、主審が判定言うてから、結構回ったんですよ。2秒ぐらい。めちゃくちゃドキドキしたよね。ほんで、多分、古賀の方にね、旗上がって、勝ったんですけど、古賀も、うっしゃーみたいな、うるぅみたいな、自分でもやばいなぁ、思っとったんでしょうね。あれはほんまにね、感動しましたわ。はい。何?固唾を飲む?なんとかを飲むのは、こういうこっちゃな、思ってね。ほんまに。っていうことですわ。まあほんまにね、そんだけの気がしとっても、ええ根性してるなぁ思ってね。で、ね、その後輩の吉田もね、強かった、その時ね。で、結局、柔道やめて格闘技の選手になっても強かった。はい。あと、誰やら、野村ね。野村は、古賀の後に出てくるのかな、どうやら前かな。野村も強かった。一緒やろね。三連覇しとるもんね。一緒の頃出てるかもしれんね。こう言ったらもあれなんですけど、あの子もね、もう技キレキレやったもんね。ほんまに。上手やった。上手やったって。お前が上手やったっていうのは、すごい選手やったと思う。ほんまにね。だから、この二人、まあ、軽量級なんですけど、この、古賀とね、誰やね、野村はね、ほんまに技よく切り取ったと思うんですわ。
だから、古賀もほんまキレキレなんですけど、オリンピックの時はね、怪我してもだから、もうギリギリで叩こうとったからね。まあ、それは気の毒やったけど、まあまあ、ね、勝ってね。写真載ってますわ。うえー言ってますわ。はい。ということで、はい。元柔道部のおじさんが、はい。ちょっと、追悼の意を表してね。はい。ね。びっくりですわ。私よりね、5個も6個も下の人がね。それもそんだけね、元気やった人が。はい。ということで、はい。失礼します。ご冥福をお祈りします。失礼します。